35分からのこのまあ一連のかなって思ってるんですよね。向井さんとちかさんとの喫茶店でのやり取りっていう、うん、ついにこう本当のことというかちょっと本音を言い始めたっていうところですよね。うん、でそれぞれの背景抱えてるものが少しずつこう。 なんていうのかまとわない感じで相手にこうねじ込んでいく、うん、で、もらうっていうところに行き始めたっていうでねその後のね向井さんの「行きましょう」っていうのもいい行動になっていたし、うん、で、まあ、結果ちょっとねあのなんていうんですかねうまくはいかなかったんですけども、うん、でもなんだろうな一つ答えの出したねいいエンディングというかいい終わりだったね。うん